松井さん、尾崎豊、街路樹、良かったですよ。これからもね、松井さんの尾崎豊が増えていくと思うと、非常に楽しみなものを感じますよね。で、レターの方に書いていただきましたけども、なんていうんですかね、私の思い出話聞いていただいてね、でそれが松井さんにつながっていくっていうところ、それからやっぱりね、松井さんの暮らし変わりましたね。変わったと思うんですよ。そのピアノを弾くっていうのが生活に入ってきた、まさにミュージカルライフ、ミュージシャンだと思うんですね。これがミュージシャンでありながら音楽をしていないとか、音楽をするのが億劫になっていると、もうこれはですね、発信することが非常に難しくなってきますんで、今みたいに自分の楽しいことを追求していきながらそれを形にする、その表現の一つが音楽であるってことなんだろうなと思いますよね。まあ、尾崎豊さんが好きな人がみんな音楽をこうコピーするわけではなくて、やっぱりね、思いを文章に綴ってみたりっていうブロガーさんもいらっしゃると思いますし、動画でこういうふうにね、私は尾崎豊さんのこの曲にこんな思いがあるんですよっていうふうに語りだけの方もいらっしゃいますね。さまざまな表現はあると思います。まあ、松潤さんは尾崎豊さんの曲をね、とても優しく弾かれてると思うんですよ。ピアノの音色とかね、歌声にそれが表れてますんで、きっと心をつかまれるファンの方もいると思うんですよね。でそこでですよ、そこで私からね、ちょっとね、課題を出したいと思います。課題と言いますか、気づきなんですけども、今取っ手出し動画結構やってらっしゃいますけども、まあね、動画の本数が少ないということですね。これはね、1日1本だと1年間で300日しかなりませんので、これではね、どこまで行っても、音楽から収益を取り出すっていう風な構造には非常にね、なりにくいと思います。まあ、ですんでね、1日2本とか3本とか、できれば5本とか10本とかっていう風のを見ながら、今はそんなにね、たくさんは難しいと思いますんで、まあちょっとね、考えていかないといけないということですね。まあ例えばね、今弾かれているピアノがありますよね。あの機材紹介とかいかがですか？カメラとかね、マイクを使ってるんだったらマイクとか、そういったところもネタの一つになりますし、どんな機材を使っているのかっていうのは、松潤さんの動画を見て、同じようにピアノを弾いてみたいなと思う方、気になると思うんでね、価格もだいたいこのぐらいだよ、どこで買ったよみたいなのが分かると、とってもいいんではないかなと思います。ね、私もこうやって動画撮ってると、カメラ何使ってるんですかとか、マイクはどうですかとかね、パソコンはどんな機種使ってるんですかっていうふうに聞かれることがありますんで、それぞれ動画を撮ってるんですよね。カメラは、この10万円ぐらいする、なんかいいカメラをこの前買ったんですけども、全く私には合わないってことに気づきましてね。ファインピックスの S6900 を、これはね、もう未だに使っているということでございます。まあ、メルカリで1個1万円ぐらいなんですよね。こっちは10万円です。10万円のカメラよりも1万円のカメラの方が良かったかなと。そして、スマートフォンで撮影することもありますけども、特別なカメラ、特別なマイク、そんなもん使ってません。私のテーマは、私のね、ビジネスのテーマは、無料のもの、もしくは低価格のものだけでできるってことなんですよ。まあ、おおむね無料ですね。無料のものばっかり使って速稼塾っていうのはできています。まあ、ですんでね、取り組みやすいということになってますし、利益を出しやすいということになっております。はい、じゃあ今回の動画はこの辺にしておきましょうかね。そうだそうだ、ちょっとこの動画で申し訳ないんですけども、速稼塾に入って、10月にですね、何件かレポートをいただいてます。これね、別の動画でしっかりやりますけども、まあ生き方が変わった、状況が変わった、収入が変わったっていう方、まあ、まさに速稼塾に出会って変わったっていう方が、私がお願いしてるわけではないんですけども、自主的にこうなりましたっていうのをね、結構送ってくださるんですよね。今回松潤さんもそういった気持ちを文章に書いてくださったところがあって、メールになってるんですけども、こんな方がいますよ。体の不自由な方、交通事故で中途障害になりました。52歳、住宅ローンがあと1600万残ってます。奥さん子供2人、ネットビジネスをやるとバッシングが怖いというふうに考えていらっしゃいますね。でそれに対して私は、地域の情報サービスを展開してはどうかなっていうことで、暮らしが変わったということですね。980円の商品を、毎月課金で42人の方に受け取ってくださっているということでございます。わかります？これすごいですよね。で、転職介護に対していろんなサービスをね、提供していると。こうやってね、実はね、十分ね、暮らしていけてるんですよ。短期間にこういうことになりました。そのからくりは別の動画 であとね、こんな方もいらっしゃいます。18歳女性、専門学校、今19歳になったのかな、
この方はね、専門学校に行きながらバイトを始めたんですけども、まあ、バイトがね、いろんな状況でできなくなったと。今年はね、いろんなことがありますんでね。で、集客サイトの運営を進めて、集客サイトに必要なネットのスキルを私が、コンサルしました。今は、まあ、バイト代を上回る収入ね、毎月7万か8万ぐらい安定して集客サイトそのから報酬が上がってるみたいなんでね、よかったよかったって形でございます。居酒屋にバイトに行っていたら、まあ、みっちり働いてね、1日5時間、それを月に18日やって、だいたい8万円が狙えるってとこだったらしいですけども、今は週に1回のメンテナンスで集客サイトから毎月8万円、7万円から8万円入り始めたということでございます。まあ、こんな2人がいますんでね、やっぱりね、こうやると何かこう結果が出るっていうんですかね。松潤さんも今ご自身の商品決められましたけども、これある程度アクセスを集めて、売り上げが立つ立たないっていう判断をして、進めていけるんじゃないかなと思いますんで、ちょっと今のペースだとね、一つの動画が育ちきって、まあ、一つの動画が何百何千と再生される日はそんなに早くは来ないと思いますんで、まずは2桁を目指していく。動画をアップロードしたら必ず2桁になるっていうことを目指していって、その次が3桁を目指すって形になると思いますけども、ちょっと動画の本数が少ないとですね、1日1本しかも1分とか2分の動画ばかりだと、多分これはね、そういう未来は見えてこないですね。ちょっとその辺はね、今はまだ腕を鳴らしている段階だと思いますんで、まあ、今日すぐにやってくださいってことじゃないですけども、多少増やしていった方がいいかなと思います。まあ、私が送ってくださる動画以外にもあるのは承知してるんですけどね。ただやっぱり動画のね、作成本数も一桁上げていくくらいの気持ちがいるかなと思いますね。まあ、今すぐはいいですよ、今すぐはいいですから、ちょっとまあ頭の隅に入れていただければというのが今日の私からの、まあ、ワンポイントですね。それでは失礼します。ありがとうございます。